はい、皆さんこんにちは、加藤です。今回はですね、村上隆を研究するをテーマでですね、村上隆さんが書かれた本を音読するねコーナーを始めようかなと思います。このコーナーをね始めようと思ったきっかけなんですけど、僕はね村上さんを超えたいなと思って現代アートをやってる人間なので、毎日村上さんの本は読んでるんですよ。自分のね立ち位置だったりどういった形で世の中に、革命を起こしてやろうかと日々考えてるんで読んでるわけですけれども、一つねびっくりしたことが、村上さんの会社開会機器で働いてた時にあったんですよ。というのも、まず働いてる人間が村上さんの本をまず読んでないんですよ。まず読んでない。で、仮に読んでたとしても内容が全く分かってないんですね。これ本当にびっくりしたことの一つなんですけれども、村上さんの本を読んでも今言ってることが分からないというか、その生き方が変わってしまうほどね影響を受けてないわけですね。で、このレベルの本を読んで生き方がアーティストとしてね変わらないっていうのは、正直分かってないんだろうな、何を言ってるのか分かってないんだろうなってすごく思ったんですよ。で、凡人だったらそれでもいいかなと思うんですけど、本当に世界で戦ってやろうと思っているアーティストの人が、その村上さんの書いてる本の内容をね読んでもいまいち理解できず、海外に行って失敗するのはね、僕は日本人としてちょっとなんかかわいそうだなと思うので、もう一度ね真剣に村上さんの本をね読んで、自分のアートについて考える人を増やしたいなっていうのが、あります。あとはね、僕はチームで現代アートをやってるので、村上さんの言ってることが分かるようなアーティストを集めてね、一緒にこう協業してね世界で戦いたいなと思ってるんで、そのメンバー募集なんかもね兼ねてね、ちょっと村上さんの本を音読していこうかなと思ってます。あとはその、別にアーティストを目指してないような人、凡人って言ったら失礼かもしれないけど、凡人でも生きていく上でね勇気をもらえるような言葉だったり、あと困っている時にどうしたらいいんだろうって時に頼りになるようなことも書いてたりするので、ぜひねちょっとそういう村上さんに興味を持つきっかけになってくれたら嬉しいなと。ぜひね実際に本をね購入して読んでみてほしいんで、そのきっかけになってくれたらなと思っています。そんな感じでね音読シリーズ始めていきますんで、暇な時なんかにちょっと見てもらえたらなと思います。